カイム虫は、節足動物門、甲殻ア門、海虫砂に属す動物の総称である。海ム虫などとも呼ばれる。外見的には双角目に似ているが、全身が2枚以外のような殻で覆われている。海ホタルなどが属する。外見的には2枚貝類のように、左右に分かれた殻に全身が包まれ、付属子の一部以外はその外に出てこない。 その点で、貝エビ類や様々な化石工学類に似たものが多い。またそのために、体勢や構造がわかりにくいが、実は殻を開けてもわかりにくい。大切の融合が激しいためである。見かけでは、ミジンコ類に、形と大きさが似るため、炭水産のものは、カエミジンコと呼ばれる。ただし一般に、ミジンコ類が、浮遊的な遊泳に特化しているのに対して、カエミジンコ類は、 ほふ的に、低性生活的な活動が可能になっている。深海には30ミリメートルに達するものも知られるが、一般的には0.52ミ、mm、リメートル程度の小型の甲角類である。外面は完全に2枚の殻に覆われる。これは左右に分かれた廃坑で、2枚以外の殻のように開閉できる。殻の背面には蝶子貝がある。原始的とされるパレオピコダメでは、廃校は、 完全には分離せず、その要請では廃校が一枚になっている。殻は程度の差はあるが石灰化している。表面は滑らかなもの、様々な突起や凹凸を持つものと様々である。それ以外の外部形態は殻の中にあってなかなか見ることができない。ちなみに安易に殻を開けても殻と体が融合しているので細部の区別が難しい。したがって、 胴体の形がこんなだという説明は難しい。区別できるのは頭部と胴部、ビブくらいである。胴部では体節構造がほとんど区別できない。原始的な群ではここに銃の大節が区別できる。殻の内側の構造頭部にはノープリウスガンがあり、複眼を持つものは少ない。第一触角は分子がなく、第二触角は2隻。 これらは感覚器だけでなく、軍によって遊泳用やハウ、ホルなどの機能を持ち、その形も様々である。それより、後方、胴部の下面には大顎、小学といくつかの付属し、あるいはそれに由来する構造があるが、それらが何に相当するのかについては、議論があり、意見の一致を見ていない。それらは、殻から出て、活動に使われるものもあるが、殻の中にあって、 掃除に使われるものや性的役割を担う例もある。頭部の後端からはビブが伸び、その先端は養生子となっている。この部分は前後に動かすことができて、殻の外に出てけるように使える。消化管は口、食道、中腸、周腸、肛門が区別できる。また、肝機能がよく発達する。消化管の背面側に心臓があるが、炭水産の種では、 書くことが多い。特にはっきり区別できるエラはない。付属紙に白膜状の外詞があって、これがその役割を担うと見られるものもあるが、多くは体表で呼吸が行われる。また、二枚貝類の貝柱に似た平角筋があって、左右の殻を閉じるのに使われる。ポドコパ類では多くのものが卵を体外に産み落とす。そこから孵化した妖精は、 外部を2枚の殻で覆われているが、その内部には、第一第二触角と大顎を持ち、ノープリウス妖精に相当すると考えられている。多くのものでは、この後次第に付属詞を追加しながら8回の脱皮を行い、生体になる。ミオドコパルイの場合、胴部の後方にあたる、貝殻内に卵は保護され、ここで孵化する。最初の妖精は、 第五子までを持つ生態に似た姿で、その後少数回の脱皮を経て、生態となる。世界に広く分布し、淡水から海水に生息する。原生種では、淡水域に生息するものの方が多い。深海に生息するものもいる。陸上でも、水を多く含む苔の間に生息するものもある。一部は、プランクトンとして、浮遊生活するが、多くは艇生に近く。 水中を遊泳することもできて、しかし、基盤の上を這い回ることもできる。水中の見学物を食うものから、水底の動物遺体や植物遺体を食うものまで、様々な植生のものがある。淡水中では死んだ魚などに群がる姿がよく見かけられるし、海ほたるは魚の切り身で採集できる。なお、中世代にアンモナイトの死んだ、南大部に集まって食っていた様子と思われる化石も、 発見されている。ポドコパの殻の化石でできたドーバーがけ。化石はカンブリア機から発見され、これは甲殻類の中でも古いものの一つである。ポドコパは殻が発達しているために化石も多く、微化石としてよく研究され、現在知られている化石種の数は原生種を大きく上回る。個体密度も高かったため、しばしば化石が石灰岩の地層を形成する。 ただし、海ホタルに代表されるミオドコパの殻は柔らかいため、化石は少ない。生態と人間との間には、実用的な利害関係はほとんど存在しない。炭水産の海美人口は、金魚の餌としても、殻が硬くて好まれない。ポドコパの化石からなる、石灰岩層は、直接に、 石灰石資源にもなるが、しばしば地下に油田が眠っているため、化石外虫の研究者には、油田産業関係者が多い。ただし、地下探査技術の進歩により、化石外虫の重要性は下がりつつある。海ホタルは、発光が美しいとして、観光資源となり、また、発光生物のモデル生物として、よく研究された。この類は、 他の甲殻類とははっきり区別される構造を持ち、古くから一つのまとまった分類群として、また甲殻類の中では、比較的原始的なものとして認められてきた。原生種は、世界で約5000種、化石種を合わせると1万3000種が知られている。日本からは、原生種、化石種を合わせて366種が知られているが、研究が十分に進んでいるとは言えず、現在も、 新種発見が続いている。原生海虫は、ミオドコパとポドコパのに上目に分類される。形態の証拠はこれらが、姉妹群であることを示唆するが、分子系統によれば、おそらく姉妹群ではなく、ポドコパは、おそらく、エラオ類に禁煙で、ミオドコパは、海足類に禁煙かもしれない。これらが、アシ足ナの中で占める位置づけは、不明瞭である。ミオドコパとポドコパは、 伝統的には2目ずつの4目に分類されてきたが、ここでは、山口遠藤に従い、それとは異なる4目に分類した。アモク、ジョーカーはほぼマーチンデイビスによるが、山口遠藤に従い、プンクトディアを独立させた。ミオドコパは、伝統的には、ミオドコピダメと、枝柄メ、ヘイロシプリーダダナ、1853に分けられるが、枝ラメの単系統制は、 不確実で、側系統の可能性がある。枝柄目を二目に分割し、計算目とする説もあるが、ここでは、この三グループを見オドコピダメにまとめ、その中の三ア木とする。ポドコッパは、伝統的には、カエミジンコメとコーギの平た柄目に分けられていた。しかし平た柄目とパレオコッパメの類縁性は薄い。平た柄目は、 カイミジンコメと共に単系統をなし、おそらくガワ統のカイミジンコメに内包されるのに、対しパレオコーパメを加えた単系統性は不確かである。ありがとうございます。